私は正直ああいうのは苦手なので、つまりありのままということです。私は結構大きな病気を、友医療にお世話になっているのもそのためです。はい、いえ、カリンさんと葵、幼い頃は今よりずっと症状が重くて、そんなですからお友達もまともにできません。ありがとうございます。そうです、素敵な物語に私は人の正義も悪も私がこうやって今人間らしくいられるの、それを可愛い女の子にしちゃって、私もそう思います。世間侍は死ぬことを恐れない、誰よりも小さな体で誰にも負けないよ、私だったのですか。私たちは同じ漫画が大好きなお仲間。考えたこともありませんでした。私が侍名伝の二次創作三巻のあそこを膨らませてラブロマンスにしましょうか。いいですか。今すぐ画材を買いに秋葉原に戻りますよ。
ほら、起きた起きた、もう朝だよ。気がついちゃったんだけどさ。何ですか、カリンさん。今から答え合わせするじゃん。でも試験の結果はもう変わらないじゃん。ってことは完全に意味なくない？カリンちゃん、そんなに良くないの？英語とかさ、日本で生きててさ、使うことってないと思うわけ。カリンちゃん、ほら、甘いもの食べて元気出そう。ケーキ食べる？食べる。ねえ、さくらちゃん、答え合わせって本当のところどんな意味があるの？復習はすぐにやるのが一番なんです。いえ、これで合っているはずです。もそうは言われましても、試験は教科書。さくらちゃん、さくらちゃん、この問題どう解くの？ここはまずこのように式変形をします。それでここまで解いたところで、こちらの公式をこのように適用して。大学ならともかく高校の数学ですから、基本的には教科書に出ている公式の組み合わせですよ。でもこんな組み合わせ方思いつかない。パズルだと思ってしまえばいいんですよ。公式の組み合わせ方のパターンを、例題を解いて体に覚え込ませるんです。なるほど、パズルか。それならなんとか。記号見たことないよ。あー、葵さんを混乱させないでください。それちなみにその解き方だと、おそらく
私すごいことに気がついちゃったんだけどさ。どうしたの、かりんちゃん。数学とかこの先使うことなくない？普段の買い物で使うの先生足し算引き算でしょ。こんな方程式とか覚えても意味なくない？かりんちゃんがダメな子になっていく。いいのよ、私はアーティストとして世界のトップになるんだから。はい、かりんさんは今のままでいいと思います。でしょでしょ。でも確かに僕も疑問だな。さくらちゃん、数学ってこの先何かの役に立つの？そうですね、例えばかりんさんが海外ツアーに行ったとしましょう。え、私？例えば飛行機の乗り継ぎに失敗して目的地までレンタカーで移動するようなことがあるかもしれません。ああ、そういう話は先輩から聞いたことある。めっちゃ焦ったってさ。目的地までどのくらいかかるか、余裕はあるのか、ちゃんと計算できたら落ち着いて状況に挑めますよね。ああ、なるほど、確かにね。普通はスタッフの方がやってくれると思いますから、カリさんはそのままでも。いい、もうちょっと頑張る。よし、みんなの分ココア入れてくるよ。頭を動かすには糖分が大事だからね。かわいい、あんたやっぱりうちに嫁に。
決だし、恨みっこなしよね。あー、どうしようどうしよう、僕今から楽しみで夜も寝れなさそう。きっと思い出に残る旅行になりますよ。何聞いてんの？何が面白いのよ、そんなもん聞いて。それですと、小鳥の声の CD なんかも捨て、久しぶりね。まあまあまあ、なんて楽し、マスコットキャラだよ。ほら。
それじゃ僕たち席を取っておくから二人は先に買ってきてよ。お待ちしておりますね。ちゃんのあの花